ボブラブはアメリカ男子プロバスケットボールリーグ NBA で活躍した元バスケットボール選手。ルイジアナ州バストロック出身。NBA 入り当初はロールプレイヤーの一人に過ぎなかったがシカゴブルズ遺跡を機にオールスター選手へと成長。以後、エースとして最初期のブルズを長年にわたって支えた。背番号10はブルズの永久欠番となっている。 ボブラブ子とロバートラブは14人兄弟の一人として生まれた。父は家族を捨て、母は大規模農場で働いており、少年時代のラブは裕福とは程遠い環境で育った。貧困に南部に色濃く残る黒人への差別など、ラブの周囲は辛いことばかりだったが、幸いにも祖母の優しい庇護を受けることができ、次第にバスケットボールに熱中していくようになった。 しかし当時のラブにはバスケに必要な道具を取り揃えるお金はなく、そこでハンガーでバスケットを作り、ボールは靴下を丸めて作った。彼が本物のバスケットボールを手に入れたのは8年生の頃だった。高校はモアハウス高校に進学。彼はここで持ち前の身体能力を活かし、バスケットとフットボールで頭角を表した。高校生になっても彼は、 栄養失調で倒れることもあったが、フットボールのコーチはポケットマネーでラブに食事を与えた。またひどい喫音症だったラブはクォーターバックとしてチームメイトに指示を出すのに苦労していたが、フットボールのコーチはラブに言葉ではなく歌を歌わせることでこの問題を解決した。周囲の助けを借りながら様々な困難を克服したラブは大きな成長を見せ、 大学進学のための奨学金を得られるまでに至った。ラブは高校卒業後、サザン大学へと進学した。サザン大学では、カレッジバスケのスター選手として活躍し、オールアメリカンにも選ばれた。またキャンパスライフの中で、社交性を身につけてきたラブは、全米規模の学生友愛会、アルファ・ファイ・オメガに入会し、また、女の子が多かったからという理由で、 栄養学を専攻した。大学卒業後、1965年の NBA ドラフトで新シシナティロイアルズから指名を受けるが、無名校出身だったため、4巡目全体33位指名という低い評価だった。また指名を受けたものの結局契約には至らず、1965から66シーズンは独立リーグであるイースタンバスケットボールリーグで過ごした。 ラブはここで1シーズンプレーし、平均25得点を挙げ、新人王を獲得。十分な実績を引き下げて、ロイヤルズのトライアウトを受け、ようやく年8000ドルの契約にこぎつけた。しかしロイヤルズでは日の目を見ない日々が続き、ロイヤルズでの2シーズンは、平均6.5得点の成績に終わった。そして1968年のエクスパンションドラフトで、ミルウォーキーバックスに移籍。 エクスパンションチームでのプレイはラブにとっては大きなチャンスだったが物にすることはできずシーズン中にシカゴ・ブルズにトレードされた。ラブがブルズに移籍した翌1969から70シーズンにリック・モッタがヘッドコーチに就任。ブルズへの移籍とモッタのコーチ就任を機にラブの才能は一気に開花し、 このシーズンはこれまでのキャリア平均を大幅に上回る21.0得点8.7リバウンドを記録。いきなりチームのエーススコアラーへと成長を遂げ、以後6シーズン連続でアベレージ20得点以上を達成する。前世紀を迎えたラブは1970から71シーズンには25.2得点8点をリバウンドを記録して、オールスターとオール NBA セカンドチームに 初選出され、さらに翌1971から72シーズンには、キャリアハイとなる25.8得点を記録し、オール NBA セカンドチームと、オールディフェンシブセカンドチームに、同時選出された。ラブに、ジェリースローン、ジェットウォーカーと、優秀な人材を揃えたブルズは1971から72シーズンには、当時のフランチャイズ記録となる57勝を挙げ、 また4シーズン連続で50勝以上を記録し、1974から75シーズンには、初の地区優勝を飾るなど、ウエスタンカンファレンス屈指の競合チームとして、チーム最初の黄金期を迎えるが、ラブはその時代のブルズを講師両面で牽引する、エースとして支えた。キャリア晩年のラブは、背中の故障に悩まされた。1975から76シーズンを境に、 ラブのプレイの質は落ち始め、そして1977から78、シーズン序盤に旧シーズン過ごしたブルズを去ることになり、ニューヨークニックスにトレードに出された。ロケッツでは13試合のみプレイし、その後シアトルスーパーソニックスに移籍。ホークスでキャリア最後の時を過ごし、このシーズンをもって現役から引退した。NBA 通算成績は十一シーズン八十九試合の、 出場で13,895得点4,653リバウンド、平均17.6得点5.9リバウンドだった。ブルズでの通算12,623得点は引退の時点でのチーム記録であり、2008年現在もマイケル・ジョーダン、スコッチ・ピッペンに次ぐ第3位の記録である。引退後のラブは不幸の連続だった。 キャリア晩年の故障をしてのプレーがたたり、背中の故障が悪化。医者は二度と歩けなくなるかもしれないと診断した。ラブの妻は、室音症で、さらに身体障害者とは結婚したくなかったと言い残して彼の元を去った。手術と懸命のリハビリで、かろうじて歩行することはできるようになったが、室音症がネックとなり7年間定職につけず、その間に、 彼が気づいた財産はなくなってしまい、シアトルのノードストロームで時給4ドル45セントの給仕をすることでなんとか食いつないだ。ラブの状況が好転したのは、勤勉に働く彼を見て感心したノードストロームのオーナーが彼に言語療法師を紹介してからだった。45歳となっていたラブは、療法師の元で熱心に治療に励み、またこのオーナーは、 両方詩にかかる治療費を肩代わりした。見事に喫音症を克服したラブは、1993年にシカゴブルズのコミュニティリレーションズディレクターに就任。現在のラブは、全米でも五市に入るスピーチの達人とされ、年200から300の講演を開き、25万人以上の聴衆の前でスピーチを行っている。また、1995年12月8日には、 ユナイテッドセンターで試合のハーフタイム中に、シアトル時代に出会った女性と結婚式を挙げた。1999年には、自伝、ザ・ボブラブストーリー、イフ・イッツ・ゴナ・ビー・イッツ・アップツーメを出版。ありがとうございます。